美味しそうな和菓子が3つ並びましたけども、どれが合うかというようなお話をですね今日はしたいと思います。まずどら焼き、どら焼きっていうのはですね、外側がちょっとあのスポンジ生地みたいな感じでちょっと洋菓子風になってますんでですね、こういうのは多少力強くて、ミルクティーにも合うような紅茶が美味しいございますので、私的にはきつき紅茶紅光をおすすめしたいと思います。はい、でどら焼きの中って大概粒あんなんですよね。粒あんなんで結構味に迫力もありますんでですね、こういうのはですねやっぱ同じく力強い紅茶を合わせればいいと思います。その次にこれまた私の好きな和菓子なんですよね。ちょっと破れまんじゅうの次に好きなお菓子ですけども、金つば。最近こういう真四角のね金つば作る人が少なくなってきましたんでありがたいですけども、金つばっていうのはですね、中の粒のあんがですね、羊羹以上に粒々してます。割った時に豆の形が綺麗になってピカピカ光ってるのがいい、金つばっていうふうに言われるぐらいですんで、結構迫力がこれもあります。なので、かといって、やっぱり基本的にはあんこが固まったようなもんですんで、やっぱりあんこと相性のいいもので力強いものがいいので、私としてはこれ嬉しの紅茶。はい、やっぱりですねこういうどっしりしたお菓子にはですねやっぱ嬉しのが一番合うかなというふうに思います。優しいけど力強いという味わいですね。その次、難題が来ましたよ。これいちご大福でございます。はい、大福はですね典型的な和菓子ですんで、まあこういうのが嬉しのなんかが合うんですけども、いちご大福当然いちごが入っています。いちごには酸味がありますね。酸味とですねこういう力強い紅茶を合わせちゃうとちょっと苦味みたいなですね、ちょっと刺激になってしまうんですよ。なので和菓子と合いつつ優しい味わいを持っているものがやっぱいいですから、私としてはこの月ヶ瀬紅茶をおすすめしたいと思います。酸味を邪魔せずで甘みをほんまかと包んでくれるようなですねこういう和紅茶がいいんじゃないでしょうか。まあ和菓子もですねいろいろありますけども、こういう素材とかコンセプトとかにですね合わせてお茶も合わせてみると、また一層面白いティータイムが過ごせるのではないでしょうか。それではいただきます。やっぱり金つばが美味しいね。はい、金つばいただきますよ。ほら、つぶつぶだ、ほらあ、お茶が欲しい、お茶が、うん